桃屋のアート。おい小室、なんやそのいでたちは。皇室の人間を嫁にもらう自覚はあるのか。ロン毛かよ。髪ほどいたらこれくらいかいな。いや、もう少し長い気がするね。お前はこんな髪を目指しとんのか。アメリカの生活にもっと慣れてきたらタトゥーとか入れるっちゃないとね。ニューヨークは多分薬物もすごい当たり前に使用されとっぽいけんね。絶対に手を出すなよ。この結婚あまりにもおかしい。結局金目当てか。日本人の税金を貪りたいのか。またまた自分の子供をいつかは皇室にとか考えとんのか。親子で眞子様を洗脳したんやないかと勘ぐってしまう。今度行われるであろう記者会見場は修羅場になりそうやね。っていうかこの論議で現れるとかいのね。そうなったらバリやばいね。小室家泣くっちゃないとね。そもそも無職でありながら結婚する責任感のないお前には記者会見の場を乗り越える力はないやろ。週刊誌情報では大手弁護士事務所に送った経歴書が嘘だった疑惑に続き、カリフォルニア大学に留学した際のビザ不正疑惑が浮上しとるやん。これが本当なら余計に人間的にアウトすぎる。これこのまま本当に結婚してしまったら日本人に一生恨まれるよ。なんてったって今の時点でも敬語やらなんやらで税金支払われとるんやろからね。もう破談しかないやろ。でも眞子様がそれで悲しくなるね。それがね、かわいそうっちゃかわいそうやけど、頼むけん、なんかいい解決方法ないのか。勘弁してくれよ小室圭。まず髪を切りやがれ。この状況を作った張本人であることから反省の意味も込め、頭を丸めるのもいいかもしれんよ。こんな感じで。Now look at this.ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。